はい、皆さん、正気ドパーンって噴射しておりますかね。噴射するほどね、出てね、もうセルフ感謝しちゃったなんて言ったら、まあ興奮マックスですよね。今日はですね、こんなねドパーンとね出る方法をね皆さんにお伝えしたいんですけれども、これねぶっちゃけですよ、女性からしてみたら正気がねめちゃめちゃ多いだとかね、すんごい勢いが出る人がいるからって、そんなねめちゃめちゃエロいたまらんとは思わないんですけれども、ただ男性自身からしてみたら、やっぱりねそれだけね量が出たりだとか勢いが出ると嬉しいですよね。自信がつきますよね。そしてねちょっとね体的なことを言うと、射精をするときはですね、私たちの体内から精子がですね、この尿道を通ってプシャってね噴射するんですけども、この尿道を通ってるここのスピード感で射精感が変わるんですよね。なのでねちょっとねドロッと出たときっていうね皆さんねあると思うんで、その時ってそんなに射精感ないと思うんですよね。ここのスピードをマックスでプシャンってやるから精子がどんどんね飛び出るみたいな形になって、なおかつ射精感が高まって超気持ちいいみたいな形になるんですよね。なので本日は皆様の自信をつけて、そして射精感がマックスに上げる精液どばり方法をお伝えさせていただきたいと思います。っていうのもですね、私ですね風俗で交換マッサージを広めたパイオニアみたいな位置づけでね、今までね数々のね男性のね勃起不全のお悩みだとか解消したり、あと私自身ですねパーソナルジムで昔トレーナーとして働いておりましたので、解剖生理学についての知識はございますので、皆様はですね科学的にですね精液を分泌する方法というのを本日はお伝えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずはじめなんですけど、皆さん精液ってそもそもなんだかご存知ですかね。知らないとね作り出す方法もね編み出せないですからね。ちょっとこちらからね解説させていただきたいんですけども、そもそもですね精子、あのお玉じゃくしですね、あれは精液の中の全体を占めると1から5%しかないんですよね。なので精液を分泌するっていう件に関しては精子の量はそこまで関係ないです。他にですね前立腺分泌液というものが精液の全体の3割を占めていて、残りの7割が精嚢分泌液になっております。なので精液をね量を増やしたいと思ったらこの精嚢分泌液を増やすという形になりますね。精嚢分泌液があるからこそ精子がね活性化して動くっていうね働きになっております。じゃあこのね量のね増やし方なんですけれども、もう結論から言いますね、その鍵となるのがテストステロンです。はい、皆さん聞いたことありますかね。みなぎる男のホルモン、男性ホルモンでございます。このテストステロンの分泌量が増えれば増えるほど精液の分泌も高まって、射精感も高まって、なおかつ勃起力も高まるというね、もうね男には必要不可欠なテストステロンでございます。でこのテストステロンどうやったら増えるのかって言いますと、もうですね基本的には運動、睡眠、食事のこの3つなんですよね。はい、なんで生活習慣でございます。はい、皆様の気持ちが分かりますよ。いやいや生活習慣なんてそんなね抽象的なこと言いやがって、そんな継続と努力が必要なもの言いやがって、もっとねすぐにね増やせる方法はないんかって思ったそこのあなた、ご安心ください、あるんですよ。はい、基本的にはですね生活習慣をね維持してテストステロン値を上げればね、もう自然とですね精液も増えるし勃起力も向上するっていうのはあるんですけれども、そんな中でもね今すぐ俺は増やしたいんだっていうそこのあなたにですね5つのことやればいいですよというものがあるので、そちらを本日は皆様にお伝えいたします。そして最後の5つ目っていうのがマジでおすすめになっているので、どうぞこの動画最後まで聞いてください。もうねあのサプリメント飲むとかねそういうのではないですからね。そして時間もねお金も労力も何もかからないものになっておりますので、ぜひこちらを身につけてみなぎる自信とドッバーンとね思いっきりの射精感を目指していきましょう。では一番初めなんですけれども、はい、日光を浴びてください。はい、日光を浴びることによってですねビタミン D が私たちの体から生成されます。でこのビタミン D がまさにテストステロンの材料になるんですね。推奨するのが1日30分ですね。なのでですね朝起きたらですねもうねカーテンと窓を開けて今日もドバリたいって言ってね日光を浴びてください。太陽の光
光浴びるだけでね、テストステロン値がどん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 生成されるんだったらいいですよね。で今ですね、やっぱり在宅ワークの方も多いとは思うんですけれども、ぜひね、そんな方はお散歩するようなね、ちょっとした運動習慣つけてください。これだけでもね、ウォーキングもね、リズム運動っていうのもね、テストステロンを上げるにはすごくいい効果的な運動になっておりますのでね。で、通勤してる方とかでしたらですね、ぜひね、ちょっとね、大変かもしれないんですけども、朝ちょっとだけお家を早く出て一駅先まで歩いて電車に乗るだとかっていうのをやっていただくといいですね。まあね、私はですね、基本在宅ワークになっているので、朝ね、起きたらですね、カーテンと窓を開けて太陽のね、こう光をね、ガンガンに浴びながら、あ、今日は何をしようかなだとかね、まあ今日のなんかの一日のね、こう計画だとかっていうのを立ててるんですけれども、これをするとですね、本当にね、私もおすすめなんですけれども、その日のね、一日のね、テンションだとかっていうのは結構変わるんですよね。とかね、もうカーテンずっと開けっぱなしにして、ちょっとしたストレッチをしたいだとかですね、そういったことでね、ぜひね、朝のモーニングルーティーンっていうのがあるとは思うんですけども、そこに積極的に太陽の窓際でやるようにするだけでもね、結構変わってきますのでね、ぜひね、積極的に太陽の光を浴びてください。そして太陽の光浴びると、まださらにいいことがあるんですよ。はい、皆様の早漏が防止されます。めちゃめちゃ良くないですか。そんな人、太陽の光を浴びることによってですね、セロトニンと言われてる早漏を抑制するホルモンが私たちの体内に入ってきます。で、これがですね、一番いいのが網膜なんですよね。目から吸収することによってセロトニン神経が活性化して分泌が高まって、興奮を抑える早漏を抑制できるというね、効果もありますからね。そして太陽の光浴びることでね、体内時計もね、改善できたりだとか、もういいこと尽くしで、まずは太陽の光を浴びていきましょう。そしてビタミン D を生成してテストステロン値を上げて、精液の分泌量をどん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 向上していきましょう。そしてお次なんですけれども、水分を取ってください。1日2リットルですね。だってね、精液って基本的にはね、液体ですからね、体の中の水分量がないとそもそも作れないという状態があるので、ぜひね、1日2リットルを心がけてください。で、これもですね、朝ぜひ500ミリから1リットルくらいの水分を朝一で飲んであげるとマジでおすすめです。朝っていうのはですね、私たちの脳もそこまで活発に動いてない状態なんですね。ただそこで大量の水分を取ることによって脳が活発に動きますのでね、その日のね、一日のね、この仕事のパフォーマンスが上がったりだとかっていうこともありますね。なんでぜひ朝起きたら太陽の光を浴びて、ペットボトル1本分くらいはね、ガブ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 飲んで、でそこからはですね、こまめに水分を補給して、最低でも1日2リットル取っていきましょう。そして3つ目が禁欲をするですね。はい、精子はですね、1日出さないと 12% ずつ溜まってくんですよね。これすごくないですか。とは言ってもですね、じゃあね、1ヶ月間我慢したらね、精液が1リットルね、溜まるのかなんてね、もうね、玉がこんな、もう こんな大量のね、なんか玉袋みたいになって、そんなのはならないんですよ。ならないんですけれども、基本的には3日でマックスに溜まります。じゃあね、3日マックスに溜まって、じゃあ4日目、5日目だとかっていうのはどうするのかってなると、マックスに溜まったものは、そのまま体内に吸収をされて分解されるという形になりますね。なのでね、3日以上の禁欲は基本的にあまり効力は発揮しないんですけれども、3日フルにね、満パンにしてあげると、マジでこの精液の分泌量がマックスの状態なので、量が全然変わります。なので禁欲も3日までがいいですね。あまりにもですね、こう出さないっていうものになると、そもそもですね、精子を作ってくれる精巣状態って、まあ睾丸ですよね、まあ睾丸の中にあるものなんですけれども、この睾丸の機能がね、働かなくなってしまうんですよね。ああ、ここなんかこの人全然なんか体外に出してくれないからね、別にもうちょっとサボっちゃおうかなみたいな感じでね、睾丸の中にある精巣状態っていう精子作る工場があるんですけど、そこの工場が働かなくなってしまうので、定期的にね、3日に1回は出すっていうのをやってあげるといいですね。そして4つ目が7時間の睡眠ですね。はい、睡眠不足マジでテストステロン値下がってしまうんですよね。これとある研究結果でですね、睡眠時間を5時間にした人が1週間後ですね、テストステロンの値が 15%
1% も下がったという研究結果があるんですね。これ皆さん分かります？めちゃめちゃやばいことなんですよ。でこのテストステロン値もですね、年齢とともにどん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 下がってくるんですけれども、その加齢による低下量というのは年間でたった 1% です、うん、なのにどうですか、睡眠時間5時間に絞ってそれを1週間続けただけで 15% も下がってしまう。マジでねよって思いますよね。はい、もう今12時過ぎてるから、この動画見て12時過ぎてるから今すぐに寝てくださいっていうくらいに睡眠不足でね、テストステロン値の量は低下してしまいますので、なのでぜひね、いざ血栓っていう日はあったらぜひその3日くらい前から禁欲をする、そうして最低前日だけでもいいので7時間の睡眠とってあげてください。それだけでもね分泌量全然変わります。そして最後ですね、はい、こちらはですね究極法のやり方になっております。こちらはね日々ねやっていただくのもいいですし、行為始まる直前にですねちょっとやるだけでもねものすごい効果が出ますよっていうものになるんですね。それがですね、はい、睾丸マッサージでございます。はい、私の得意分野でございます。ということで見てください皆さん、これはい、私のお手製のね疑似睾丸なんですけれども、ここのねたまたまあるじゃないですか、精巣って言われてるところなんですけれども、何をしてほしいかっていうと精管ほぐしをしてください。精子が通る管と書いて精管です。ここのたまたま精巣のところにこんな形でピヨーンって、ね、伸びてるものなんですけれども、じゃあどうすればいいかと言いますと、はい、すいません、睾丸を装着いたしましたね。なんといってもね、私ね女なんでね、玉ついてないちょっと疑似睾丸をね装着して皆様にちょっと分かりやすくね解説したいんですけども、まず一番初め睾丸の上のタプタプしてるところじゃないですか、皮のところですね、ここのところをガブッと親指人差し指で掴んでください。で掴んだらちょっとこんな形で横にスライドすると、なんかタバタバしてるものがあると思うんですよね。今ねこの動画を見てる方でね周りに誰もいなかったらね、ちょっと一緒にやってみましょう。上の皮のタプタプしてるところです。こうガブッと掴んで横にちょっとスライドすると、うん、でタバタバがありますよね。でこのタバタバの中に1本スパゲッティの芯くらいの太いのがブルンってあると思うんですよ。それがまさに精管です。でこれがですね、周りにあるのが精巣静脈っていう細かいタバタバしたやつですね。この精巣静脈があまりにも細かすぎて、たまにですねスパゲッティの芯ほどのこの精管に巻きついてしまうということがあるんですね。でこの巻きつきがあると精管が締め付けられて精液の通りが悪くなって、それが原因で飛び散り方が違ったとか量が少なかったっていうことが結構あるんですよね。なんでここの周りの血管のこの絡まりをほぐすという意味で、こんな感じでタバタバタバータバタバタバーとやってあげましょう。で一応ですねこれやり方なんですけども、上の方をタバ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 したらちょっとね徐々に徐々に下に行って、最後ちょっとドアップで見せますね。ちょうどですね玉の真上ですね、このあたりになんかまたねプルンとしたものがあるんですよ。これがまさに精液を作る精巣状態になってますね。なんでこの玉の真上をこんな形でほぐしてあげてください。で片方終わったらもう片方ですね、上の方パラ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 ほぐして、徐々に徐々に下に行って、最後精巣状態玉の真上です。はい、まあねこんな形でね、これをやることによってですね精管の詰まりがなくなって、ね、マジでドッパーンってなりますのでね、これがですね究極法になるので、ただですね基本的にはその前の4つの段階だとかっていうところをあらかじめやっておいて、最後直前にやるだとかってやるとマジで飛び散り方だとかね量もね全然違いますよね。ぜひねこの5つをやっていただいて、もうね日頃のねエロさもね欲望も全部込めてドッパーンと大噴射してください。ここでちょっとね余談なんですけれども、私ですね先ほど精液も、7割が精のう分泌液ですよって言ったんですけれども、でこの精のう分泌液って興奮をねマックスに上げれば上げるほど分泌量が変わるんですね。なのでこちらのね頭痛のところをやっていただいて、いざ本番になったらマジで興奮どん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 上げてください。相手の女性のことをねしっかりとね思いやって、あエロさんを十分にね感じてね、ものすごいエロさを楽しんだ上で思いっきり興奮マックスに上げてシャーンっていくと、今まで見たことのないねもうねセルフ感謝しちゃうみたいな形でね精液がドッパン
と出ますので、ぜひこちらを押さえた上で今まで体感したことない究極の写生感を掴んでいきましょう。ということで、これからも皆様のためになる、そして自信のつく方法をお伝えいたしますので、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いいたします。また私の X ではこういった政治意識毎日発信しております。また毎月男性向けのセミナーも開催しておりますので、概要欄にリンク貼っておりますので、ご興味ある方はご覧ください。それでは皆様、次回の動画までドバドバにドバりましょう。